はい、自営業専門税理士川南です。本日の動画はいよいよインボイス制度が10月の1日からスタートしますが、一体経理上は実務はどんな混乱が待ってるのかについて動画で紹介をしていきたいと思います。もはや10月の1日からスタート、走り出す制度ということでですね、インボイス制度を登録するのかしないのかみたいな論点はもう過去のことになりつつあります。それよりもですね、実際にインボイス制度10月の1日からスタートして一体どういった対策をしなければいけないのか、どういった経理作業が必要になってくるのかについて事前に対策をしておかないとですね、ミスやトラブル発生多発しますので、本日の動画でしっかりと一緒に押さえていきましょう。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しております。どちらもですね、概要欄に詳細のリンクありますので、そちらからぜひチェックしていただけると嬉しいです。では早速本日、インボイス制度、実務上の経理対応について一緒に勉強していきましょう。はい、それではインボイス制度、現場は混乱、一体何が大変になるのということで一緒に押さえていきましょう。本日の内容になります。いよいよインボイス制度がですね、10月の1日から走り出します。皆さん思ってると思います。とりあえずインボイス制度登録したし一安心かな。でインボイス制度が始まって何が一体大変になるの、領収書や請求書などにですね、番号を記載すればいいだけでしょって思ってる自営業フリーランスの皆さん、ちょっと一旦お待ちください。本日の動画を見ればですね、慌てることになるかと思います。一体どういった現場の混乱が起きるのか、一緒に見ていきましょう。現場が混乱する理由について一つずつ順番に解説をしていきます。まず免税事業者の取引の確認をしなければいけない理由とその背景について、そしてインボイス免除取引の把握をしなければいけない理由とどういった確認が必要になるのかについて解説をしていきます。次に登録番号の確認作業についてのやるべきこと、抑えなければいけないことを紹介して、最後まとめ。本日このような流れでインボイス制度がスタートして、で一体何が大変になるの、現場の混乱ってどういったことが起こるのについて動画で解説をしていきます。本日このような流れでいきますので、しっかりと最後まで見てくださると嬉しいです。では簡単にインボイス制度について振り返りましょう。もう皆さんインボイス制度についてね、大体なんとなく分かっているという方が多いかと思いますので、ポイントだけ解説をします。今回このインボイス制度がスタートすることによって、一言で言うと消費税のルール変更が10月の1日から起こるっていうふうに一言で言うとまとめれると思います。こちらのインボイス制度、消費税のルール変更がですね、令和5年の10月1日からいよいよ走り出します。そしてこのインボイス制度というのは事前に税務署に登録が必要になります。申請登録をすると税務署の方からですね、13桁の番号が届いて、この13桁の番号があるかないかが重要なポイントとなってくるわけです。そしてこちら押さえるべきポイントとして1つ目、まずこの税務署に登録申請をすると自動的に課税事業者になるよということが1つ目のポイントになります。ですので登録をしない方は免税事業者のままになるので番号がないということになります。こちらが2つ目のポイントです。登録申請せずに、要はインボイス制度には登録しないとした場合は今まで通り課税事業者にはならず免税事業者のままでいけますので、その場合には登録番号がない、要は番号を記載することができないので、領収書や請求書に番号がない領収書請求書は適格請求書というものの要件を満たさないということになります。ここがインボイス制度について知っておくべきポイントになりますので、簡単にまとめてここで紹介をしました。ではいよいよ順番に見ていこうと思います。まず第1ステップの要件として、まず何をしなければいけないかと言いますと、やはりこのインボイス、適格請求書の要件を満たしている請求書または領収書等を出すということがね、最優先となります。もう皆さんこの辺りは理解をしていてですね、今まで出していた基本的に請求書領収書にこの登録番号というのをね、載せればいいんでしょうというのはもう皆さん大体ね、理解している方が多いんじゃないかというふうに思います。そしてその他実はこの適格請求書を要件を満たすには6個の項目がありますので、こういった6つの要件をですね、満たした請求書領収書を発行できる状態になっているのか、まず経理上、またこの請求書領収書のひな形の確認をしましょう。ってじゃあ実際に次のスライドからですね、皆さんが押さえておかないと経理が混乱するよというポイントを見ていきたいと思います。まず1つ目の押さえるべきポイント、免税事業者の把握をしましょう。この真ん中におるのが自分のお店だとします。自分は取引先、売上先にですね、適格請求書、要は先ほど紹介した要件6つを満たした、クリアした適格請求書を出せる状態になりましたという風に仮定します。そうしますと、じゃあ次にどういったことが発生するかと言いますと、自分の仕入れ先や経費の支払い先の登録状況はどうなっているのかというのを抑えなければいけなくなります。これどうしてかというと、仕入れ税額控除ができるかできないかということで、区別をして経理をしていかないといけないということが発生する方がいるからです。これ全員ではないんですけども、こういった仕入れ税額控除を把握しなければいけない自営業やフリーランスの方、今後出てくるかと思いますので、ここを抑えないといけないよということを紹介していきます。まず仕入れ先を見ますとですね、自分のお店の取引先、いろんな会社やお店、フリーランスの方、小さいね、お店と取引されている方などなど、様々な取引先がいるかと思います。その中でですね、自分がもう企業との取引や大きい会社さんとの取引だけでみんな適格請求書発行できてるから大丈夫っていう方ばかりならいいんですけど、やはりビジネスをしているとですね、いろんな取引先が出てくるかと思います。中には一人でビジネスをしている、フリーランスと取引がある、また小さいカフェやね、小売店のようなとことお付き合いがある。ここは免税事業者のままで行く。要はインボイス制度に登録していない方がいらっしゃる場合には、それを把握しなければいけないという作業が発生します。もう少し次のスライドで詳しく見ていきましょう。この免税事業者を把握する理由としてはですね、経理の入力作業に必要となってくるからです。この仕入れ先、要は経費の支払い先が適格請求書があるのかどうのかっていうのをまずリスト化することが必要になってきます。これを把握しておかないとですね、毎回この方ってインボイス制度登録してたっけっていうのを調べ直さないといけないことになります。ですので、自分の取引先の一覧を全部ピックアップをして、ここはインボイス制度登録済み。ここは免税事業者登録していない。そして登録した方の番号が何番なのかっていうのをリスト化する事務作業というのが発生してくるはずです。そしてこのリスト化したものを見てですね、この届いた適格請求書、要は領収書や請求書がインボイスになっているのかな、要件該当してるかなっていうチェックを今後する作業が必要となってくるってことです。そしてインボイス制度に要件している請求書なのか、領収なのかっていうのを見比べるっていう作業、プラスこの方は番号があるのかないのか、免税事業者登録してるんだっけしてないんだっけっていうようなチェック作業が経理の方、また経営者の方に作業負担がのしかかってくることになります。皆さんちょっとですね、この仕入れ税額控除できるかどうかっていうのがよくわからないという方は、過去の動画で仕入れ税額控除のみをざっくりとね、わかりやすく解説した動画を私作ってますので、ぜひそちら一度、仕入れ税額控除がわからないという方はこちらの動画で復習をお願いします。こういったように仕入れ先のリストアップ化が必要となりまして、それらの請求書、領収書、届くすべての書類をですね、チェックする作業ということが必要となってきます。要は、把握しなければいけない経理作業が来るということですね。ここまで聞いただけでですね、皆さん、あれ?ちょっと10月の1日から大変なことになるんじゃないかな。経理の作業がこれ確実にアップするぞっていうことがイメージできたのではないでしょうか。では次にもうさらにですね、抑えないといけない経理ポイント、混乱の原因があるので、順番にスライドで解説をしていきます。はい、こちらになります。交付免除や経過措置のルールを知っておかないとですね、正しい経理ができないんです。これどういったことか順番にスライドで解説をしていくので、最後までしっかりと押さえましょう。こちらを知っておかないと正しい確定申告ができないということになります。では順番に見ていきましょう。まず1つ目に知っておくべきもの、適格請求書の免除があるということを押さえておく必要があります。こちらインボイス制度の、要は適格請求書の交付義務が免除される取引があるんです。こちら見てください。国税庁からの資料になるんですけども、適格請求書を交付することが困難な以下の取引は交付義務が免除されますよということで、こちらを押さえなければなりません。1から5、5つあるんですけど、2と3はですね、取引先がね、ある方ない方といらっしゃいますし、卸市場と取引があるとか、農業漁業とね、取引があるって方、この動画を見てる方どうしても少数派、人数がね、少ないと思いますので、2番3番は割愛します。皆さん自営業フリーランスの方が普通にビジネスをするにあたって関係してくるこの1、4、5、この3つについて押さえましょう。まず1つ目、公共交通機関である船舶、バス、鉄道にある旅客の運送についてはですね、インボイス制度の書類が交付免除されるってことを押さえておきましょう。そして気をつけなければいけません。3万円未満のものになりますので、3万円を超えるものはですね、バスや鉄道であってもやはりインボイスの要件を満たした適格請求書じゃないといけないということになります。そしてこの公共交通機関というふうにありますので、例えばですけど飛行機はダメです。飛行機は公共交通機関ではないので除外されます。またタクシーもそうです。タクシーも公共交通機関には該当しませんので、こちら弾かれるということをしっかり押さえておきましょう。こういった細かい点を押さえておかないと、知っておかないとですね、経理ミスの要因になるということです。本当は飛行機やタクシーは除外なのに、これに該当するっていうふうに交付義務が免除されるから仕入れ税額控除できるっていうふうに経理をしてしまうと、間違った消費税の確定申告書を作成してしまうということになります。なのでこういった免除や経過措置をしっかりと押さえないといけないんですね。では順番に次4番目の交付義務の免除です。こちら4つ目は自動販売機、自動サービス記入に行われる課税資産の譲渡と、こちらも同じく3万円未満となりますので金額にご注意してください。こちらどういったものが該当するかと言いますと、自動販売機でジュースを買うってことがあると思うんですよ。その場合にはですね、もともと自販機からはレシートが出るシステム、仕組みになっていないので、こういった適格請求書を発行することができないんですね。困難なので交付義務は免除されますよということになっております。これは自動販売機、自動サービス機に行われるというものに限定されますので、どれでも該当するわけではないのでお気をつけください。こちら4番の例で除外されるものの一番分かりやすいものを例を一つ紹介したいと思います。これコインパーキングになります。仕事の打ち合わせの時にコインパーキングを使うことあると思うんですけど、こちらコインパーキングはですね、もともと領収書が生産する時に出てきますよね。なのでこの交付義務が免除されるものには除外されるのでお気をつけください。コインパーキングはしっかりとインボイス番号と先ほど言った要件を計上する必要があります。この後紹介しますけど、コインパーキングは簡易インボイスになりますので宛名は省略できます。これ後のスライドで紹介しますね。このように4番は自動販売機のようにレシートが出てこないものに、そして3万円以内という風になってますので、しっかりと区別をつけるようにしましょう。そして最後5番目です。これも皆さんビジネスしてたら出てくるんじゃないでしょうか。郵便切手を対価とする郵便サービス。その代わり、ここポイントです。郵便ポストに差し出したのみが該当しますということです。これどういうことかと言いますと、先ほどのジュースの自販機と一緒で、郵便ポストに切手を貼って郵便物を出した時にですね、郵便ポストからレシートって出てきませんよね。そのため、交付義務が免除されるよってことです。郵便ポストはレシートが出てこないけども、じゃあ、郵便局に行って切手を買って出した場合にはですね、郵便局の窓口でレシートが出ます。そのレシートにインボイス対応が可能というふうになりますので、この窓口で出した場合、窓口で切手を買った場合は NG、 要は除外されますのでお気をつけください。こちら5番目はポストに直接投函したのみということです。こういったように交付免除の取引をしっかりと皆さん、経理の方、また経営者、フリーランスとしてね、代表されている方は押さえておかないとですね、間違った経理をすることになります。この1と4と5、特にこの3つの交付免除、しっかりと押さえておきましょう。では次、先ほどね、コインパーキングはここには該当しませんよということを紹介して、簡易インボイスが該当しますっていう話をちらっとしたと思います。次のスライドで簡易インボイスって何なのか紹介をしていきますので、しっかりと一緒に押さえておきましょう。はい、簡易インボイスについてです。簡易インボイスというのがどういったものかと言いますと、不特定多数の人に向けてですね、サービスをしている方が簡易インボイスに該当してきます。どういった業種があるかと言いますと、こちらに書いてあるように小売業、飲食店業、タクシー業界等にかかる取引はですね、簡易インボイスでも OK ですよってことです。先ほど言った適格請求書の要件、1枚目のスライド6個要件ありますよって紹介したと思うんですけど、簡易インボイスはこの適格簡易請求書ということで、少し簡略しても OK ですってことです。じゃあ一体何を省略することができるんですかというと、1から5は同じようにしてくださいと、6番が省略化ということになります。じゃあこの6番が何だったかと言いますと、この書類の交付を受ける事業者の氏名または名称、ここを省略することができます。小売業や飲食店業なので、皆さんがイメージしやすいものを挙げますと、スーパーやコンビニになります。スーパーやコンビニはですね、いろんな方がお客さんとして来るので、不特定多数の方がお買い物をしに来ます。そのお客さんに対してレジで精算をする場合にですね、一回一回お客さんの名前を聞いて記入していたらですね、もうレジが長蛇の列で全く機能しないっていうような現状、実情が発生してしまいます。そういったことを考慮して、不特定多数の方にサービスを提供する業種、スーパーやコンビニ等はですね、この宛名をですね、省略できるよってことです。要はお客さんの取引先の相手を省略したインボイスでも OK ですよっていうことになりますので、しっかりと皆さんここを押さえておきましょう。ですので、先ほど言ったコインパーキングの例。コインパーキングはですね、精算した時にレシート出てきますが、自分のね、名前をね、伝えたり入力してたら、そんなことできない。現実的に不可能ですので、こういった場合には簡易インボイスが認められるということになります。こちらもしっかり押さえておかないとですね、経理ミスにつながりますので、確実に簡易インボイスっていうのがどういうところのとこから出てるものなのか、レシートをしっかりと見て、これはスーパーなのか、コンビニなのか、タクシーなのかっていうのを確認する作業が発生するというふうに思ってください。そしてもう一つ、まだあるんですよ。今2つ目ですけど、もう一つチェックしておかないといけない重要なポイントがありますので、次のスライドで紹介をします。はい、3つ目です。もうね、皆さんね、ちょっと待ってくれよというふうにもうね、声が聞こえてきそうなんですけども、もうこの3つ目も大事です。これ実はですね、令和5年度に入って出た経過措置になります。最初からね、決められていたものではなくて、後から出てきたということですね。まあインボイス制度をスタートするにあたって、まあいろいろと混乱が感じるから、経過措置として、まあ、こういった猶予を出そうということで考えられたものになります。どういったものかと言いますと、1万円未満の少額経過措置というのが出てきております。要は1万円未満の、まあ、小さな金額のやり取りのものはですね、なかなかこういった要件クリアする方がチェック大変だよねということで、この1万円未満のものは仕入れ税額控除が可能ということになっております。1万円未満でしたら、要件該当しているかどうかなどなど、インボイス番号あるかどうかなどなどチェックしなくてもいいっていうことですね。その代わり、こちら全員該当するわけではありません。該当者に制限が設けられてます。しっかり押さえましょう。どういった方がこの経過措置を使えるのか。基準期間の課税売上高が1億円以下の中小企業さんになります。これ個人事業主、フリーランスの方も含まれます。ですので、大企業で売上高が1億円ある方はですね、この経過措置が使えないというふうに思ってください。私の動画見てる方はですね、だいたいこの1億円ない方がほとんどだと思うので、心配することはないかと思いますけど、一応制限があるということをお知らせしておきます。そして、または特定期間の課税売上高が5000万円以下の事業者というふうになっておりますので、この2つの要件しっかり押さえておいてください。こちらクリアになっておりましたら、1万円未満の少額経過措置、仕入れ税額控除可能となりますので、押さえておきましょう。そして、この1万円未満の少額減価措置についてはですね、別途1本動画を作っております。もう少し詳しく知りたい、例えの例もしっかり知りたいという方は、こちらの動画を見て復習していただけると、スムーズにインボイス制度の10月1日迎えられるのではないでしょうか。そしてもう1点あります。この経過措置と言われているがゆえですね、ずっと永遠に1万円未満は大丈夫です、セーフですよというわけではありません。こちら期限があります。一応今公表されている期間としてはですね、令和5年の10月の1日から令和11年の9月30日までの間のものでしたら、1万円未満はセーフってことになっております。これ以降のものはアウトというふうになっておりますので、しっかりと期限も押さえておいてください。これもしかしたらですね、延期やですね、もう1年という風になったりする可能性もないんじゃないかなと個人的に思ってますが、今のところその予定やそういったね、情報は一切発表されていませんので、今の予定では経過措置は令和11年の9月の30日で終了するという風に覚えておいてください。そしてこちら1点注意点なんですけども、この1回ごとの商品の金額で判定するのではなくて、1回の取引、要は合算して1万円未満かどうかを決めますので、ご注意ください。例えば1万円の商品を見つかった場合にはですね、もう3万円になりますので、まあ、領収書が普通一般的に1万円の商品を3万円買ったら3万円とまとめられて領収書もらえますよね。となると、それはもう1万円未満ではありません。この少額経過措置には該当しないということになるので、ここもしっかりとミスのないように押さえておきましょう。で、こういった具体的な紹介例をですね、こちらの動画で少し紹介しているはずですので、ぜひそちらの動画気になるなって方はこちらの動画見てください。じゃあ今言ったね、3つ押さえないといけないポイントを紹介したと思うんですけど、これを踏まえて私たちはこれから経理作業がどういったものに変更になるのか、インボイス制度10月1日から走り出したらどういった経理のイメージになるのかについて、次のスライドでイメージ図を見せたいと思います。はい、こちらです。今言った3つ紹介した免税や経過措置をしっかりとチェックする必要が出てくるってことですね。こういった皆さんビジネスをしてるとですね、取引先からいろんなレシート領収書がこのような束になって届いてくると思います。まあね、どんどん溜まってきますよね。このレシートの山、領収書、請求書の山からですね、まず1つ目、簡易インボイスなのかどうかっていうのを見ないといけない、チェックしないといけないってことですね。簡易インボイスっていうのは先ほど言ったように、コンビニやスーパーの買い物、またタクシーなどのもの、不特定多数のものに対してはですね、宛名がないでも簡易インボイスなのでセーフだよなということで、簡易インボイスかどうかのチェックが必要となってくるわけです。そして2つ目、交付免除の取引なのかどうかっていうのをチェックしなければいけません。先ほど例に挙げたように、公共交通機関のバスや鉄道となります。こちらサンプル例としてですね、JR か何かの電車に乗ったとします。そういう風に電車に乗ったもの、切符を見てもですね、詳しいね、日付、レシート、領収書がね、なかなか出ない場面が多いかと思います。今切符を買った時にですね、自販機のところでですね、領収書必要と押すと出てくる場合があります。そういった場合もあるんですけども、ない場合もあるので、この公共交通機関の鉄道に乗って3万円未満なのかどうか、そしてこれは本当に公共交通機関の鉄道なのかバスなのかっていうのをチェックする作業が必要となってくるわけです。これめちゃくちゃ大変だと思いません？そしてですね、おそらく会計ソフトを使っている方とかはですね、この公共交通機関、要は交付免除なのかっていうのを、消費税の確定申告の作成のこの消費税の課税不課税とかいろいろ 10%、8% って選ぶ欄があるんですよ。それをおそらくリストがバーッと出てくるので、どれに該当するのか、簡易インボイスなのか、交付免除なのか、1万円未満なのかっていうのは選ばないといけなくなると思うんです。もうこれだけでもですね、経理作業が莫大に上がるというふうに皆さんイメージできるかと思います。そして3つ目に紹介したものです。こちら1万円未満の少額経過措置なのかどうかっていうのも、いちいちレシート領収書を見てですね、確認をしなければいけない作業が発生します。というわけで、レシートや領収書の山をですね、一つ一つ確認する作業が今後インボイス制度が走り出すと発生するっていうふうに皆さん覚悟をしておいた方がいいと思います。こういったことを考えみると、効率的にするために会計ソフトはやはり導入した方がいいですし、また外部のおそらくいろんな便利なツールっていうのが出てきてますので、そういったツールを使ってなるべく作業を効率化するっていうのは一つのポイントとしておすすめです。さて、ここまでレシートや領収書に一体インボイスかどうかね、何をどうチェックすればいいのかっていうお話をしたんですけど、その後インボイス制度の番号についても作業、要は整理整頓しなければいけないので、そちらのね、作業負担について解説をしていきます。さて、皆さんもうすでに適格請求書発行事業者公表サイトでですね、自分のね、登録した番号を検索してみたり、取引先の番号を検索してみたりしてるかと思いますけども、こういったものがもう公表サイトとして公表されております。こちらに皆さんの取引先から届いた、登録しましたよってお知らせいただいたインボイス番号を入力して検索をするとですね、このように検索結果が出てきます。この検索結果を見て、あ、この方はきちんと10月の1日からインボイス制度登録してるな、あ、この方は10月1日ではなく令和6年の1月1日からかっていうようなことを検索して確認する作業が発生します。もうすでにこの作業ね、されているって方もいらっしゃると思いますし、いや、まだ全取引先の番号が揃ってない、また取引先ごとの番号が徐々に集まりつつあるんだけど検索かけてない方、必ずこの登録の確認作業をするようにしましょう。では、その他一体どういう作業が発生するのか、次のスライドで見ていきます。皆さんどんどんね、頭が痛くなってきてる方もいらっしゃるかと思いますけど、いや、これかなり作業量ね、増加するなって思ってる方多いかと思います。もう少しですのでね、最後まで動画を見てしっかりとしなければいけない作業を抑えましょう。まず一つ目、今言ったようにですね、インボイス番号の確認作業がまず発生します。これインボイス制度スタートするときにですね、登録されているのかどうかの確認と、またいつからね、この方は登録したのかっていうのを確認作業をしなければいけません。そしてこのインボイス制度の確認作業というのは、おそらく10月1日前後に皆さん一度はすると思うんですよ。そして今までね、連絡いただいた取引先の番号のリスト化をしますよね。この方はこの番号、この方はこの番号、この方は登録してない、この方は何日から登録なんだっていうことで、一旦リストアップをするっていう事務作業がまず発生します。そしてその後です。問題はインボイス制度がスタートしました。じゃあ次のインボイス制度登録してるのかどうかの確認のタイミングミングをいつするのか、これがまたね、一手間かかることになります。10月1日制度スタートの時に1回確認はしたんですけども、次の確認をどうするのか、もう1回確認をいつ取るのかっていうのを考えていかなければなりません。個人事業主の方でしたら、確定申告をするタイミングにもう一度取るとか、また12月末にもう一度ちゃんと皆さん登録されているかな、登録を外す方、また登録を取り消す方も出てきますので、そういった方も出てくるということを予測しますと、登録の確認作業をまたもう1回しなければいけないという作業が発生すると思うんです。じゃあそのタイミングをいつにするんですかってなると、もうまたね、頭の痛いね、悩み事がね、出てくるかと思います。というわけで、今言ったようにこのインボイス番号の確認作業という事務作業も発生するというふうに頭に入れておいてください。そしてちょっとね、登録番号についてのコツなんですけど、法人の登録番号は T で始まる、その後法人番号13桁で表示、要は決定されています。法人というのはですね、情報を公開してますので、社名で検索するとですね、法人のこの情報がリストアップされるんですね。代表が誰か、住所が誰かっていうのところがリストアップされます。そこに法人番号も公表されてます、法人の場合は。なので最悪法人の場合はですね、この法人の番号を検索して公表しているところから持ってきて調べれば、インボイス番号がね、登録されているのかどうかっていうのを確認することができるんです。大変なのは個人事業主、フリーランスの方になります。個人事業主、フリーランスの方は T で始まる後の13桁の数字がランダムで手元に届いております。ですので個人事業主の方に対してはですね、こういった公表されているっていうか調べる方法がありませんので、本人に聞くしかないんです。なので取引先に番号を教えてもらうしか方法がないということをしっかりと押さえておきましょう。法人の場合は最悪法人番号が公表されているので、そこから調べることが可能です。はい、以上説明したように、なかなかね、経理作業、事務作業の負担が増加するなということがね、イメージできたかと思います。最後まとめになります。こういったことからですね、おそらく経理の現場、また実務の現場、自営業フリーランスの方含めて、企業も含めて現場の混乱が起こるかと思っております。なので現場の混乱のミスを防ぐため、またですね、ケアレスミスやしょうもないミス、またこういったミスをするとですね、取引先に迷惑がかかるので信用を失うっていうパターンもあります。ですのでしっかりと今日言った内容を事前に確認する、また事前にどうやってするのかっていうのをイメージして動いておかないとですね、10月1日過ぎてから慌ててしまっても対応ができないということになってますので、しっかりとね、本日の内容を見てやばいっていうふうに思ってください。まずインボイスの要件が該当しているかの確認が必要になってきます。そしてもう1点紹介したように、免税事業者がどこなのかというリストアップをする確認もありますということを紹介しました。そして交付免除や経過措置の把握、こちら簡易インボイスの把握も含まれております。これらのルールをしっかりと押さえておかないとですね、経理のミス、また消費税の確定申告のミスが起こります。そしてもう1つ、最後に紹介したインボイス番号の整理になります。整理と把握ですね。でこれらのことを踏まえて対策をしておかないといけないんですけど、これ以外にもですね、自分だけではなくビジネスされているとスタッフを雇っている方、また経理のみならず営業がいるとか他の部署があるところはですね、スタッフや他の部署へのインボイス制度の理解が不可欠となってきます。簡単な説明会や研修をする必要も出てきますので、そのあたりも含めてしっかり事前に準備をしておきましょう。そして確実に今ね、スライドで紹介したように、また動画で解説したように、事務作業また経理の負担というのは確実に上がります。下がることはないと思ってください。ですので事務作業の増加に対しての対策をしていく必要もありますよね。例えば経理のスタッフを少し余裕を持ってスタッフをね、増やしておく、また人材確保が今ね、なかなか難しい時代ですので、手が余っているところから少し1ヶ月か2ヶ月の間、他の部署からね、スタッフを増員しておくなどなど、できる対策があれば是非対策しておくことをお勧めします。というわけで本日の動画は、インボイス制度がスタートして実務経理が一体どういった混乱に陥るのか、また実務上の対策としてどういったポイントを押さえなければいけないのかについて解説をさせていただきました。税理士を含めてですね、大変作業が増える、10月1日から作業が増えると思いますので、しっかりと対策していきましょう。私は税理士川南のオンラインサロンを運営しております。こちらオンライン上で税理士を味方につけるということで、このサイト大幅に最近リニューアルをしました。ぜひ新しくなったオンラインサロンのサイトを見に来てくださると嬉しいです。サロンについて概要欄、詳しく URL 貼っておりますので、こちらの URL から飛んでいただいて、サロンのホームページの方を見ていただけると嬉しいです。オンラインサロンのメリットは4つあります。おすすめポイントは4つです。Facebook の非公開グループで運営をしているんですけども、まず1つ目、オンラインン上で質問や相談がいつでもできるということですね。オンライン上で質問相談を24時間することができて、私が直接それに対して文章で返信をします。ですのでチャットをしているってイメージを持っていただけると分かりやすいかと思います。2つ目、情報共有の場としても活用できます。メンバー皆さん、もちろん起業している方、一人社長されている方、いろんな方がいらっしゃいますので、ビジネスの情報交換ができる場として活用することができるのが2つ目のメリットになります。3つ目のメリット、私が平日毎日記事を投稿しております。経理税金や確定申告、ビジネスに関するもの、また SNS のね、裏の情報などなど役立つ情報を投稿してます。オンラインサロンのメンバーだけが記事の購読権利があるので、これが3つ目のメリットになります。4つ目のメリット、サロンメンバー限定でサロンズームを定期的に開催しております。こちらのサロンズームに参加できる、ズーム会議に参加できる参加券というのがサロンにはついております。こちら4つがおすすめのポイントとなっておりますので、ぜひオンラインサロンの入会お待ちしております。はい、また私はいろいろと SNS をやっておりますので、そちらのフォローと、また YouTube のチャンネル登録、まだの方、チャンネル未登録の方がね、7割程度いらっしゃいますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また高評価やいいね、また感想コメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。またビジネス書も2冊出版してます。どちらも Amazon Kindle 版ありますので、チェックの方よろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画以上になるんですけど、本日はインボイス制度がいよいよ10月の1日から走り出す。一体実務、経理はどんな混乱が起こるのか、また事前に対策しておくべき、押さえておかないと経理ミスが起こるっていうポイントを動画で解説させていただきました。このように私は自営業フリーランスに役立つ情報を週1本動画で投稿していってますので、ぜひチャンネル登録の方お待ちしております。YouTube の方は週1本土曜日に動画公開してますので、引き続きよろしくお願いします。それでは本日の動画以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。